はい、今日は吉田拓郎のペニーレインでバーボンのね、ちょっとやってみたいと思うんですけど、この YouTube で検索かけると、この古い音源でね、1974年渋谷公会堂っていうやつがね出てくるんですが、それでね、吉田拓郎がギター一本で弾き語ってるバージョンがあるんですよね、このペニーレインでバーボンのね、でまあこのタイトルも、今日もまたペニーレインでっていう風に、吉田拓郎は言ってますが、いわゆる、原曲っていうんかね、なんでね、まあみんなこのいっぱい弾き語ってる人いるんですが、大体この人生を語るとのね、こういうときが経ってしまうことを忘れてしまいたい時があるよね。全てのものが何もかも移り変わってはいるものの、こういう感じのね、でやってるわけですよ。でもこのね、渋谷公会堂のやつね、全然違うの、雰囲気がね、いわゆる拓郎節、テンポももっと遅くて、こんぐらいで、時が経つことを忘れてしまいたい時、全てのものが何もかも移り変わってはいるもの、なんとなく自分だけ意地を張り通して逆らってみたくなる時、そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力などないのなら酒の力を借りてみたっていいんじゃないか。今夜もこうして原宿ペニーレインで、原宿ペニーレインで飲んだくれてる。ペニーレインでバーボン、ペニーレインでバーボン、ペニーレインでバーボン、今夜もしたたか酔ちまってる。恋人の顔思い出すくないことだってあるよね。まして会いたくなるほどの気持ちも湧かない一日なら、自分一人で歩いていたい。表参道ならなおいいよね。そんな時僕はバーボンを抱いている。どうせ力などないんだし、酒の力を借りてみたっていいんじゃないか。今夜もこうして原宿ペニーレインで、原宿ペニーレインで飲んだくれてる。ペニーレインでバーボンを、ペニーレインでバーボンを、今夜もしたたか酔ってる。テレビは一体誰の、見ているものはいつも都合さじきに置かれて、気持ちの悪い政治家どもが勝手なことばかりやって、時には政治に関心なこの僕でさえが腹を立てたり怒ったり、そんな時僕はバーボンを抱いてる。どうせ力などないのなら酒の力を借りてみるのもいいさ。今夜もこうして原宿ペニーレインで、原宿ペニーレインで飲んだくれてる。ペニーレインでバーボンを、ペニーレインでバーボンを、ペニーレインでバーボンを、今夜もしてたか酔っちまってる。あまりに外は上天気すぎて、雨の一つも欲しくなり、こんな天気は僕には似合わないんだと肩をすぼめて歩くとき、陽気に生きていくことがなんだかみともなくもなるよね。そんなとき僕はバーボンを抱いて、どうせ力などないんだし、
酒の力を借りてみたっていいよね。今夜もこうして原宿ペニーレインで、原宿ペニーレインで飲んだくれてる。ペニーレインでバーボン、ペニーレインでバーボン、今夜もしたたか酔ってる。みんなみんないいやつばかりだと、お世辞を使うのが億劫になり、中には嫌なやつだっているんだよと大声で叫ぶほどの勇気もない。とにかく誰にも会わないで、勝手に酔っ払っちまった方が勝ちさ。そんな時僕はバーボンを抱いてる。どうせ力などないんだし、酒の力を借りてみよう。今夜もこうして原宿ペニーレインで、原宿ペニーレインで飲んだくれてる。ペニーレインでバーボンを、ペニーレインでバーボン、ペニーレインでバーボン、今夜もしたたか酔っちまってる。これでねフルコーラスぐらい歌ったのかな、すごく適当に歌いましたけども、適当にというかあのね、これ多分ね吉田拓郎自身もね適当に歌ってると思うんですよ。このね細かい歌い回しとかね、細かい、この抑揚のつけ方とかね、多分ねもう一回歌ってって言ったら多分どこかなり違うと思うんですけどね。でもなんか難しいよねこういう歌ってね、噛みそうだしね、でまあ弾くのはね簡単なんですよ、ギター自体はね、こうやってだけなんで、こうやってだけなんだよね、ずっと。でコードも簡単、これ C でやると C と、Aマイナーと、あと、E マイナーで、あとまあ F が出てくるな。まあ、F もねこうやって押さえればいいんでね。そんな時僕はバーボンを抱いてる。まあなんかねでもこんな感じの方が良くないですか、こうやって。時が経ってしまうこと、忘れてしまいたい時があるよね。全てのものが何もかも移り変わってはいるものの、なんとなく自分だけ以上張り通して逆らってみてる時があるよね。こういうね口が回らないけども、なんかね、こういう感じでやるよりもギター一本なんでね、これバンドでやるとねまあこうなんでいいんだけども、それをなんかギター一本でやろうとするとね、なんかかっこよくならないっていうかね、それならもうこういう感じでねテンポ落としてこう。時が経つことを忘れてしまいたい時とか、これも歌いにくいけども、なんかこのね吉田拓郎の歌い方ってこういうの。時が、拓郎節ですよこういうのがね、まあいっぱいね弾きが当たってる人いてるし、まあ原曲多分人生を語らずの多分原曲もあるんじゃないかな。まあ一回この渋谷公会堂のやつをね、聞いてみると、あいいなやっぱり拓郎ってって思うんで、あとねまあギターはなあこれのね弾き語ってる人でね、マーチン D45 ってなんかタイトルに入ってる人がいるんだけども、でまあそのマーチン D45 を多分弾いてるんでしょうけども、
まあ聞いてみたら分かりますけども、マーチンの D45 というとね、あのお値段的にどんぐらいするかって言ったら、ね、100万ぐらいするんですよね。あのはっきり知らないですけども、そのまあまあそのものによってね、その違ったりするんだろうけども、その作られた年代とかね、まあでも、100万ぐらいするギターなんですよね。マーチンの D28 とかいうのがねよくあるけども、マーチンの D28 っていうのが、28ってついてるから28万かって言ったら、いや違うみたいな感じでね、30万35、6万するんじゃないかな、普通に買ってね、あのモーリスのダブル28っていうのは2万8000円ですけどね。ということでね、 D45 っていうのが、45万ではない、100万ぐらいするギターなんですが、まあそれをわざわざタイトルに入れて、こういう感じでね、まあ、こういう感じで弾いてるんで、その100万ぐらいするギターというのがどんな音なのかっていうのを、まあ、聞いてみたら、分かると思いますが、いい音はいい音なんだと思いますよ、当然ね。でもそのね、なんていうかね、すごいなとは多分思わないと思う。うん、あの聞いてみて、さすがに100万もするギターは違うなっては多分思わない、素人、耳ってね、素人耳で聞いてみて、なんちゅうかね、そんなに変わらないと思うよ、普通のギターとね。普通のギターというか、まあまあ普通のギターが、10万以下ぐらいの、5、6万ぐらいのギターと比べても、多分その音だけを聞いて、あ、これは100万ぐらいするなっていうか、多分、分からないと思うよね。まあそんなわけでね、何が言いたいのかよく分からないけど、いやギターなんてもう前も言ったことあるけど、要はこの木のね、木でできた箱にこう弦張ってるわけですよ、こう穴開いててね、そんなにその大幅に変わるわけないじゃないっていうね、ただその木使ってる木の材料が良かったり、高い材料を使ってるとかね、そんなんでまあ値段が高かったり、まあまあまあいろんな要因はあるんでしょうけども、まあそういうことですよ。マーチン D45 の音が聞けるんで、ぜひ聞いてみると、いいかもしれないですけども、別にそのそれが悪いって言ってるわけじゃないんですけどね。ということで、今日もまたペニーレインでっていうのをちょっとなんとなくそれっぽく歌ってみたって感じで、ではでは、はい。